さあ表向きステージ最後に参りましょうか。ステージ5で終わるとはさすがに思えないので、未だにラスボスの気配すら見えてないからね、うさんくさいと思ってますが、やっていきましょう。さて、またジェットか。なんかあるかな。失礼しまーす。おお、遠くから飛んでくるのか。そういえばこれジャンプ、あ、無敵だから突破できるね。こういうのも利用していきましょう。確かこれでね、守護王と飛べますので、攻撃判定がどの程度あるのかすごい気になるね。ただ、お？おりゃ、いてぇ。でも、燃やしてよ、ちゃんと。あぶね。おお、戻ってきちゃったよ。よいしょ。怖い。よし。あー、間に合ってないか。なるほど。ちょっと慎重になりすぎましたね。OK です。一回吹っ飛ばされましたが、特に問題はありません。さーて、次、あ？あれなんだ？おお、入れた。そのまま入れた。あれ？戻されたの？違うか。こっちにまだなんかあるということを教えてくれたのか、今の。いや、違う。今のところにキューブがあったんだな。そういうことか。キューブ部屋だったのか。あー、戻っちゃったよ。もったいないことしたかもね。さあ、いつぞやのワドルディたちがいっぱいいますが、手前に来れるっていうパターンね。ジェットよりこっちの方がいいんじゃないかな。ドクター。ほりゃ。使い勝手いいですからね。奥に何かあるのかもちゃんと見て、おーっと。2個目だろうな。2個目ですね。やっぱさっきのところにあるわ。まあ、わかりきってるので、今回は進めていきましょうか。戻りましょう。さあ、手前の壁でいろいろ、おっと危ない。見えづらくなってるところもありますから気をつけましょうね。レアシール。特にレアさを感じないような場所に置いてあります。お、スリープいるじゃん。おりゃ。スレイ？うわ、ボスの気配だよ。これは？これなんだ？ミラーか。ミラーはちょっと個人的に使い勝手があんまり良くなくてな。またこいつかよ。カッターだよね。行って。怖い。いいよ、別にそれいらないから。ほりゃ。おお、体力低いね。吸えないか。気をつけて。で、これで回転終わった時に多分また星出すでしょ。出さない。あ、出した出した。ほれ。もらっていくよ。多分使うでしょ？勝った。またどっかを切り落とすギミックですかね。おりゃ。食べられた。くそ。あっさり騙されたね。その鼻ちょうちん割ってやるよ。お？あ、攻撃したら引っ込むんだね。気をつけましょう。ケツから。ああ、特に何もないですね。おりゃ。よし。なんかありそうでやだな。これマイクで起きるとかそういうギミックだったりします？そういうのもあるかもね。てい。てい。みんな寝とるね。リラックスしすぎでは？侵入者めっちゃ来てますから。迎撃する気配なしですね。お、ロボ。え？うわ！おりゃ！ヒュー、制限なしかよ？これ制限なし？やっほー！すべてを破壊し尽くす。よし。スカーフィーもちゃんとヘッドホンつけてるじゃん。いいね、いいね。よし。おりゃ。チャージとかないかな。上にも発射できる。いいね。ゴールは近いんじゃないですか。さっきの奥にゴール見えてましたからね。ただ気になることがあるとすれば、あれです。キューブがもう一個見つかってない。もう通り過ぎちゃったかもしん。お？おお！倒したってことは手前の亀の誰かが持ってんな。こっちではないと見た。あった！あそこの宝箱だな。ほら。よし。では回収しましょうか。
よいしょ。出れるこれ。出れた。ゴールは目前よ。よいしょ。マイクは非常に使い勝手がいいですね。もともとが強いコピー能力は、ここでも強いんでしょうか？ゴールゲーム。まあでも、残機もある程度あるし、ねえ、わざわざ1まで行く必要ないよね。ダンスが長いという。早く次のステージを行きたいときには、わざと7とかを狙っていくのも、あれですよね。まあ、いただくものはいただきます。あるって言ったけど、残機7しかないね。意外となかった。ででで大王マーク。言われても気づかんぞ、これ。クラッコ、アメコミ風。思ったよりシルのシリーズあるかもな。アメコミシリーズでなんか、数ありそうだね。さあ、次のステージは？カジノか？まあ、言ってみれば、わかりますよ。下、はい。結構深いぞ。水？でもカジノは大当たりですね。ホテルか？やっぱカジノだよね。カジノ好きだね、今回のカービィ。おりゃ。中に入るとこっちへ行ける。スナイパー？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 ファイナルカッター？いや、ええやつ。あれあれ？何言ってるかわからん。まあいいや、行くぜ。うわ、ワドルディ君がいるってことはろくでもないことが起こるんじゃないの、また。ワドルディ君に対するこの、うわぁ！ブロッキー。おりゃ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 。危ねえ。おい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 。中ボス今回特に弱い気がするね。ストーンいただいていきます。使う可能性高いよね。よいしょ。ただストーン専用のギミックっていうのがあると、おお、こういうことか。ストーンがないとこの先にあるもの取れないってことでしょうね。と思ったけどそうでもなさそうだね。向こうに行って一旦回避して戻ってこいと。ビリヤードですね。まあ、そんなことしなくても押していきますね、ストーンがあれば。ってことはどっかになんかあると思ってんだけど、よし、おいしょ。怖い怖い怖い。さすがストーンだ、なんともないぜ。うわ、うわ、危ねえ。早く行って、怖い。これ奥の方か。なるほど。で、これで下行って左に行くか。おお、忙しいステージだこと。あれ？あ、下か、下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 。これ、キューブまだない？どっかにありそうだと思うんだけど。ほい。よし。まあ、一応。あいてー。あれ？ストーン消えた。マジか。まあ、ここまで使ってなければ多分大丈夫だと思う。次のコピー能力、ここにあるしね。いろいろ切り替えさせて遊ばせようと作ってるはずなんで、と思ったけどこれやばいわ。ストーンだったらやり過ごせたんですが、やっぱりストーンの方が良かったのでは。上にもなんかありそうでな。シールミッケー。いて。おお、下。また忙しいぞこれ。うん？電池。ちょっとちょっとちょっと、電池持って、急いで。ごめんねごめんね、カービィ君、ご利用しでちょっと時間かかっちまったよ。でも間に合ったね。よし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 、ようやく1個目だよねこれ。1個目で会ってくれ。1個目だ。嬉しいのか嬉しくないのか分かんないね。結構私ボコボコにされちゃったから今。ちゃんとスター回収して、よいしょ、やり過ごしていけ。次は、危ない。いってー、跳ねないのかよ。やってくれますな。次は？トマトとかいう、ああ、あれ取らないと。
ほっ、オッケーオッケーオッケー。たやすいぜ。よしよしよし。突破かな？よし。離脱。うわ。潰せと言わんばかりでは？よし。いろいろできそうだね、このギミック。お？エスパーか。まあ、エスパーより今日はソードの気分だよね。どうあってもエスパーらしいね。エスパーであの弾をどうにかしろとかもあるかもしれない。こっちには何もない。よし。転がして破壊とかね。ギミックとしてはよくありそうです。あそこに何かあるな。まあ、でもあれはそんなに壊すの苦労しなさそうだね。普通に右に吹っ飛ばせばいいんでしょ？こりゃ。今回すごい簡単だったね。なんか一時すごい難しいタイミングありましたけど、あれがおかしかっただけか。すごいドストレートな置き方してるからね、逆に疑ってしまうね。クリア。ではサクッとやっちゃいましょうか。連打でほい、ポーン、よいしょ。ありがとうございます。目が痛い。旋回2枚目って、あ、泉、夢の泉の泉だね。というか夢とかもあるんだろうな。これシールを大量に獲得できるモードとかもいずれ出てくるんでしょうかね。なかったら結構コツコツとした作業が必要になるゲームになりそうですね、最終的に。さあエリアさんに参りましょうか。あ、いつもの飛ばしてもええぞと教えてくれてますが、そう、せっかちで、そう、A ボタンを押しちゃう、そこのあなたに、スキップの可能性を示してくれるわけだね。あれ？登らなくていいんですか？あー、そういうことね。A ボタンを押した人は、ちょっとせっかちさんだから、登るのもワープスターに任せていいんやでということでしょうかね。ドクロマークに気をつけばいい。ポイズン。ポイズンボム投げ、これ、ねえ。ベッタン、空中で、違う違う、ドクドクバベル。なんだ今の。あ、ちょい押し。これちょい押し多分強い。なんか随分さっきと空気変わったね。忍び、忍者、これもちょい押しで手裏剣投げれますからね。手裏剣でしょうかね。そっと。長押しだったら剣になっちゃいますが。一つ目？ちょ、待って。一つ目、右上、真ん中。一つ目、右上、真ん中？そういうことか。一つ目、次は右上だよ。これ、覚える途中で中ボスとか来ないよね。そういうの来ると忘れちゃうから、忘れちゃうからね。シュワ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 、怖い怖い怖い。シュワ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 。よし、ロボ早くて助かるよ。キャプチャー。よし、さーて真ん中らしい。え、うわ、ボム戦いづれと思ったけどそうでもねえ。押して押して押して、オレ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 。よし、キャプチャー。本当に中ボスと戦わせて忘れさせようとしてるな。あれ、まん、あれ真ん中あるよね。あったあった。よしよしよし。ちょっと意地悪な仕掛けするね。そう簡単には拾わせないという意志を感じるね。よし。1個目ですよね。OKOK。テンポよく行こうぜ。今回はロボと一緒だからね。
こっから先もゴリゴリ進めていけると思いますよ。よっしゃー。お、久しぶりだね、これ。回してよかったんだろうか。考えなしに回していい段階はもう過ぎてると思うんですよね。よいしょ。また奥に行くことになるかもしれないね。これ、ソードの方が使い勝手がいいね。わっしょい。奥に行かなかったけど大丈夫かな？戻ってくるパターンかもしれませんが。さーて、この床の、この、あれに気をつけてね。うわ、外れ。ほりゃ。ほりゃ。いて。ちょっと、キャプチャ。宝箱落ちてくるタイミングに合わせてんじゃねえかみたいなタイミングで来るね。いて。キャプチャはする。ちょっとでもかすったらダメのようです。次来るぞ。オッケーオッケー。よし、大体のタイミングが分かってきたね。よし、キューブ2個目かな。よし、あれー、1個取りの、やっぱさっきの奥行きあったんだな。まあいっか、しゃあないな。さあ、またしてもゴールゲーム。ぴょーん。おい、さ、シールはメイスナイト。アメコミ風デデダイオ、本当に出てきた。思ったより早く解消してくれて助かるよ。皆さんも覚えてるうちですからね。動画の投稿期間も考えるとね、私は数分ぶりのプレイだったとしても動画上では1時間じゃない、数日ぶりとかだったりしますからね。さてさて、もうステージ4ですね。奥にすでに扉が見えてる。あ、拾った方がいいと思う。素直に受け取った方がいいと思うな、施しは。よし、ぶっちぎるぜ。よし、今回さ、あれじゃない、ロボでホイールの回じゃないかな。空中戦はもうすでに2回目やったけど、あ、やっぱりそうだわ、多分。よし、行こうか。行くぜ。信号を守るぜ。ふう。安全運転ね。今回はじゃあ結構スピーディーなショーかもしれませんね。途中で移動とかもあるから、そこら辺をさっきも、おっと、しろと。はい、もう超丁寧だね。ちょっと待って、こういうのってね、必ずしも こっちにも何かある可能性が。でも落ちたらやり直しの感じあるから、こっちじゃなくて良さそうだね。上から行きましょうか。ほう、よし、ほい。今のところまだないんだよな。さっきの下ルート、もうちょっと先行けそうでもありましたよね。まあ、気にしても仕方ない。はめる。よし、ナイス。よし、行こうか。またか。よし、気分爽快だぜ。あ、あ、なに、なに、なんだあれは。どっかから降りれるぞ。ここ、お、お、来た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 。来るつもりなかったけど来たよ。この丸いのす、あ、これ切り落とした後か。どっかにないかな。あれ、行けるよね。行けないわけないよ。どうやって行くのかがわからないのが問題だけどね。どうやって下ルート行くか。この左気になるけど無理だな今。これ多分次取っても2つ目みたいな感じでしょうね。おっとっと、ほれ、逆が怪しい。何もなかったです。疑ってかかった時に限って何にもないパターンってあるよね。ほれ、
今のコピー能力取った方が良かったか。いやでもホイールはホイールでいいと今回は思うんだけどね。なんだこれ、これ壁じゃないよな。あでも今回そもそもコピー能力を解除できないっぽいね。であれば矢印とあえて逆に、矢印の逆になんかあった試しがないね今回は。あったけどあれどうやって飛んの。まあ厳しいかな。この途中で切り替え空中でできたらいいのにね。空中でできないか。今回は完敗ですな、完敗ですな。ホイールギミックでもしかしたら私把握しきれてない面があるかもしれないね。ピョーンピョーン、わー、どうせ最後の1個だろこんなですよね。多分見逃してたあの2箇所、見えてるがゆえに辛いところってありますよね。まあ少々悔しいですが仕方ない、切り替えていきましょう。さてマスターハンド、あ鏡の大迷宮に出てたんだマスターハンド、へえ。さあ最後のステージ列車かな。で俺これが終わったらボス戦ですね。ここまで来るとロボードのあのボス戦は最終ボスまでお預けなんですかね。突っ切っていくぜ。あ危ね、よしスピーディーに行きましょう。うい。うわ、またこれ列車内でもこのギミックあんのか。え意味ありげな階段あったと思うんだけど。これ、あ、ちょっと待って、入れない。ホイールはちょっと早すぎるかもね。気をつけましょう。おう。よし。ほら。いきなりこれ。バッテリー取れなかったけど、なんかすでにルートが逆だった感あるねえ。おいけた、まだ諦めるの早いぞ。よし、おこれならいける。破壊して破壊して、よし、ただいま。これで戻ってもう一周ですね。今度は時間制限あるらしいよ。あ、しまった。え、私は命の危険を今感じて、いやーん。もういらない、よし。スナイパーが復活してやがる、怖い。これ急いで、よし。あれ、あもう動かないのか。よし、列車の長さ的にまだ3分の1ぐらいですかね。ナックル錠いただきます。よし突き進むぜ。あれ行く必要、あ行っちゃった、入っちゃった。これ隔離部屋だよ、気をつけて。押せ押せ押せ、乗るべき場所と乗らないべき場所を見極めていかないとね。これは乗らなくていい、あっちは外れ。お前ら電車の中でお前釣り革にあれ捕まって遊んでるあるでしょ、許されませんよマナー的にね。まあその程度では釣り革ちぎれないようにね作られてるらしいですけど。さーてとこれでいこうか、ポイザン。お混ざってやがる。まだ中ボスか。おお、ボム結構持続するねこれ。ボッコボコやで。これこれこれ、危ね。カービィ自身は毒を踏んでも大丈夫っぽいですね。便利だな。バベル気をつけて、危ね。バベルかわいそう、なんか。お、これようやく地上戦でのハンマーまともに使うのは久しぶりというか初めてだよ。前回は確かすぐ水中行っちゃったんだよね。
ハンマー持ってないと進めない場所があるかもしれないのでね。前回明らかになってますから。左に何かあるぞ。ほら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 、ああいうことするね。ほりゃ。あった。ハンマーで？ほりゃ。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 どこ？よしよし。回収。じゃあ帰ろう。ハンマー威力もあるし、いいね。使い勝手いい。ソードの方が少しだけリーチは得してる感じでしょうかね。次どっち行けばいいんだ？右か？こっちだね。あ、戻れない。あ、そうでもない。意外と優しい感じ。時間制限はなかった。お、ロボ。これ先にこっち行った方が良かったのではと思いながらも、まあもう手遅れなんでいいんですけど。この上に何もない。よいしょ。道分け。右に何かあったら後悔するぞ。これキューブ置いてそうだな。この意味ありげなスペース、意味ないわけないよ。ゴルドーの先に待つものは、あれ特に何もない。あれ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。え、嘘。危ね危ね。ええ、押しちゃダメだった。押しちゃダメだったね。しかし戻ってきたよ。これはこれで進むのでは。行ってみましょうか。運良くか悪くか知りませんけど、やられちゃったんでね。いて、この先に待つものは何だろうね。おお、ん？おお。え？おお。つれ？怖いけど。降りる場所がなかったかもしれんね。こっちルートじゃないと、もしかしたら、この土管の下をくぐっていくルートじゃないと、無理とか？いや、なんか、どう見てもロボの方が良かった感じあるんだけど。あ。ゴールしちゃった。あー、ロボの方が正しかったんだ。何だったんだろう今のルート。なんかありそうだよね。意味もなく設置するもんじゃないでしょう。中途半端な感じで今回行きましょう。5